調理中のギリシア式ブドウの葉のドルマドルマは、辛味の効いた、米、玉ねぎ、ひき肉、香味野菜などの混ぜ物を、キャベツの葉や、ブドウの葉で包んだ料理、あるいは、中をくり抜いたナス、パプリカ、ズッキーニ、カボチャなどに詰めた料理のこと。中央アジアから、北、アフリカまで広く分布する料理である。容易に手間がかかるので、古くはごちそう料理の範疇に入った。 前菜として、あるいは、野菜のおかずとして扱われる。ドルマには、肉の入るものと入らないものがあり、肉の入るドルマは、温菜となるが、肉の入らないドルマは、オリーブ油で調理して、冷菜として食べることもでき、菜食主義者向けの副菜ともなる。ドルマは、トルコ語で、詰めるを意味する動詞、ドルマックの受動体であり、詰められたあるいは、詰めたものを意味する。 サーサーアンアサペルシアのホスロー2世の知世には、ブドウの葉で詰め物を包んだ料理があった記録が残っている。中世のイスラム王朝では、野菜に詰め物をする料理は、マハシーと呼ばれていた。13世紀にアンダルス、バグダード、アイユー部長のシリアで書かれた料理書には、ナスやウリのマハシーが記録されている。当時は、肉のドルマに、 米の代わりにサッカーはして砕いたひよこ豆を加えてボリュームを出しており肉のドルマに米が入るようになったのはオスマン帝国の時代からであるトルコでは肉の入らないブドウの葉のドルマをヤランジュドルマスと呼ぶことがあるドルマに似た料理に米やナッツ類ひき肉などを塩漬けにしたブドウの葉やキャベツの葉で巻いたサルマがあり前者は詰め物後者は巻物の意味であるが 厳密に区別されているわけではない。ドルマには、テルビーエや、サルムサクルヨールトソス、またはくし形に切ったレモンを添える。野菜以外で、ドルマと呼ばれる料理に、ムール貝の街灯膜の中に詰め物をした、ミディエドルマス、エラから肉を抜き取って空洞にしたサバに、魚肉の詰め物をした、薄く塗るドルマス、詰め物をした鳥の丸焼きである、タブクドルマスがある。 ギリシャでは、野菜の葉で包むタイプのものだけをドルマと呼び、くり抜いた野菜に詰め物をするタイプのドルマは、イエミスッタと呼ぶ。アブゴレモノというレモン汁と卵黄のソースを添える点では、トルコと同じである。北部ギリシャでは、アルミアという乳酸発酵したキャベツの葉でドルマを作ることもある。アルジェリアとイラク以外では、ドルマはアラビア語で、 詰められたものを意味する、マハシーの名で知られている。アルジェリアには、普通の野菜のドルマの他にドルマサルディーヌと呼ばれる、イワシの料理があるが、これはイワシに詰め物をした料理ではなく、イワシの肉を潰した団子の揚げ物や煮込み料理のことで、ある。イラクでは、オスマン朝時代にマハシーのほとんどがドルマと、呼ばれるようになり、現在マハシーというと、 たっぷりの汁で煮込んだドルマの実を刺すようになった。イラクのドルマはナス、ズッキーニ、トマト、ピーマン、ジャガイモ、玉ねぎ、キュウリ、キャベツ、ブドウの葉、スイスチャードなど様々な野菜を取り合わせ、詰め物をして、油で炒めてから大きな鍋にきっちりと詰め込み、塩を入れた水をひたひたに注いで、弱火で蒸し煮にした料理である。骨付きのラム肉や、若い空豆の鞘を、 ドルマの間に入れることもある。イラク中部と南部では干したライムの粉末やタマリンドで煮汁に酸味をつけるが、イラク北部ではトマトソースでドルマを煮込み、スンマークの身を湯につけて絞った汁で酸味をつける。ソースの代わりにヨーグルトを添えて食べる。エジプトでは、ナス、ズッキーニ、トマト、ピーマンなどに詰め物をして、大鍋に詰め、トマトジュースと水で蒸し煮にしたものを、 特に、ドルマと呼ぶ。アゼルバイジャンには、ポテトクロケに詰め物をしたドルマもある。ルーマニアのロールキャベツ、サルマーレオスマンアサトルコのブドウのハイやキャベツのドルマが、ヨーロッパ各地に伝わったものが、ロールキャベツになった。ありがとうございます。